アントン・チャールズ・ウォークスは、イングランド・ロンドン・ルイシャムク出身のサッカー選手。MLS ・アトランタ・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、DEF ・ MF。プレミアリーグのトッテナム・ホットスパー FC のユースチーム出身。トッテナムのトップチームデビューとなったのは2016から17、シーズンの2016年9月21日に行われた。 フットボールリーグカップ3回戦のジリンガム FC 戦。80分にベン・デービスに代わって出場した。しかし、トッテナムのトップチームでの出場は、この1試合のみだった。2017年は、MLS のアトランタ・ユナイテッド FC に1年間のレンタル移籍を経験。開幕戦のニューヨーク・レッドブルズ戦で82分に、レアンドロ・ゴンサレス・ピレスに代わって出場したが、 わずか1分後に決勝のオンゴールを喫する、最先の悪いデビューとなった。前半戦はなかなか出場機会を得られなかったが、後半戦になると、スタメンの座をつかみ、アトランタでは20試合に出場した。2018年1月29日、フットボールリーグ1のポーツマス FC へ半年間のレンタル移籍で加入。ここで12試合に出場すると、 2018年7月18日に完全遺跡で加入に至った。2020年1月9日、MLS のアトランタユナイテッド FC に加入することが発表された。ありがとうございます。